オランダ海上帝国は17世紀から18世紀にかけてオランダが本国及び植民地を拡大して築いた植民地支配及び公易体制を指す。17世紀初頭、ネーデルラント連邦共和国はオランダ東インド会社を設立、東インドに進出してポルトガルから香辛料貿易を奪い、さらにオランダ西インド会社も設立するなどして、 次第に植民地を拡大し、黄金時代を迎えた。17世紀から18世紀にかけて植民地主義大国として飛躍したことから、本国及び植民地一体を指して、オランダ海上帝国という。ただし、黄金時代にあっても、オランダの貿易額の2、3はバルト海貿易、残り1、3の半分も地中海貿易であった。つまり、オランダの富の源泉は、 ヨーロッパ域内であり、同時代でもすでに指摘されていたが、海外植民地は維持費がかさむだけで大した利益をもたらしていないのが実情であった。そして、度重なる英ー戦争で北アメリカの植民地を奪われ、さらに南アフリカの植民地も超大国に成長したイギリス帝国に敗れて失うなど、列強としてのオランダの国際的地位は、凋落していった。 この時期では、長崎で島での日本との独占貿易圏が、東アジアでの唯一の画像であったが、続く、ナポレオン戦争での敗戦により、海外派遣はほぼ消滅する。最終的には、オランダ領東インドとオランダ領ギアナなどの植民地が残り、20世紀半ばまで保持していた。第二次世界大戦で、オランダ本国も1940年に、 ナチスドイツの侵攻により占領された。また、東インドは大日本帝国の侵攻を受けて占領された。第二次世界大戦の終結後、オランダは植民地支配を復活させようと軍隊を派遣して、インドネシア独立戦争が勃発したが、戦闘の激化に講しきれず、植民地を手放すことになった。オランダ領ギアナも1975年にスリナムとして独立した。 かねてから、ブラジルの砂糖産業から距離を得ていたオランダは、ポルトガル領ブラジルの直接支配を図る。1621年にシインド会社を設立。1624年ブラジル北東部の中心都市、バイーア州サルバドールを攻撃し、1年後に撤退。ついで1630年ペルナンブーコ州レシフェを攻撃。1641年までに、 マラニョン州にまで半島を拡大するに至った。植民地住民に寛容であったナッサウジーゲン、ハクヨハンマウリッツがオランダ領ブラジルの総督として赴任し黄金期を築くも、ハクが西インド会社と対立して辞任すると問題が表面化。1645年の応援主たちが反乱。1654年西インド会社はブラジルから撤退した。現在、ブラジルにおける オランダの影響は、オリンダという地名やその北部に位置する城塞跡として残っている。基本情報、ありがとうございます。